皆さんこんにちは、こんばんは、うぷ主の駿河です。さて、単刀直入に申し上げます。この度、メンバーシップを始めました。ツッコミどころしかないんだが、私はどうしたら。はい、別に好きにすればいいと思います。なんかやるせないが、なんでまた焚き火なんだ。いや、ほら、燃えるって聞いてたし。第二神が露骨。念のために申し上げておきますが、入らないからといって不自由が生じることはありません。今まで通り動画は見られますし、あくまでプラスアルファのものですね。基本的にはライブ関連などで、スタンプの拡充をメインにしています。チャットが面白くなればいいかなという発想なので、お気に召したら使ってやってください。ただ、本当はここまでのラインナップを作ってあったんですが、どうやらメンバー数に応じてアップできるスタンプの数が決まってるらしいんですよね。ちなみに作った30種類、全部使えるようになるには、1000人の登録が必要らしい。おっ、まあ、知らずに作った私が悪いんですが、もし、入ってくれる方が増えてきたら、状況に応じて拡充させようと思っています。まずこのチャンネルでは、将棋関連のスタンプが多くなりそうだな。そのあたりも大相談ですね。あ、ちなみに料金体系はいくつか分かれていますが、1番から3番までは基本的に中身は変わりません。スタンプが使えるようになる、というものですが、1番で十分だと思います。また、4番と5番については半ば冗談で作りましたが、もし、こちらをご登録いただける場合、4番はファンボックスの竜王、竜目コース、5番は王将コースと同等とさせていただき、動画の最後にお名前を記載させていただきます。匿名、および記載名の変更も受けたまわり、そちらはうぷ主の主観、社会通念上、および YouTube 規約に問題ない範囲で、変更可能、企業名や商品名も受けたまわります。お名前変更のご希望は、Twitter などの DM でお知らせください。なお、ご支援いただいた分については、機材の購入や寄付の使用料など、チャンネルの運営に充当いたします。さ、簡単ではございますが、ご案内を終了いたします。バイバイキン。